はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストシンガーソングライターの竹下敦です。本日のサウンドチェックはこちらです。はい、ズーム社提供ズーム G2Y よ、D の1番まで来ました MB ショックです。はい、ちなみにズーム社 G2Y の岩はこんな形ですね。はい、割と大きいですが音はいいです。ギターを手にしたらまずはスケール練習です。こちら不次元ストラトキャスターです。スケール練習、中指から始めます。ゆっくり丁寧に奏でましょう。最後の音を中指で弾かれます。はい、なぜかというと全く同じ節で2オクターブ奏でられるからです。できたら3オクターブにチャレンジしてみましょう。1弦まで使うので、達成感があると思います。加工してみましょう。次にですね、Em-D-C-D の循環コード、これをクソ真面目に練習しましょう。意外と使うコード進行なので大切です。はい、ゆっくり丁寧にいきましょう。ワン、ツー、ワン、なのが、ダウンはいいんですけど、アップの時弦を引っ掛けやすいので、アップとダウンを意識して、ダウンアップの時にピックの親指側を倒して使うようにこういう動きですね、押して、アップの時弦を引っ掛けないようにしましょう。次のステップとして、5-4-3弦のアルペジオ、こちらを学んでいきましょう。ダウンダウンアップです。このアルペジオうまくいかなくてイラッときたときは、と弾いてギターっていいなと思いましょう。はい、次にですね、4-3-2弦のアルペジオに進みましょう。物理的に4弦が細くなるので、より繊細なタッチが必要になります。ゆっくり丁寧に奏でましょう。次にギターソロが弾きたくなるんですが、と思うんですが、ほぼギターソロに意味ありません。誰も聞いてはくれませんが、頑張りましょう。ここではファイナルカウントダウンという楽曲がですね、いろんな要素が盛り込まれているので練習しておくと、後に役に立つと思います。開放弦を含まないために胃腸することが良いです。ゆっくり丁寧にしましょう。
実際に調してみましょう。となります。オリジナルキーはここですね。開放弦を含まないギターソロの場合、どの調でも対応できるので非常に覚えておくと便利です。そして非常に重要なことはですね、弦と指が離れている時間、これを極めて短くすることです。バタバタとした運指ではなく、弦の指を滑らせるように、弦と指が離れている時間を短くすることですね。課題曲としてイングエマルムスティン広島モナムロを簡単にしたものです。誰にでも弾きますので、練習すればゆっくり学んでいきましょう。弦と指をなるべく離さないように、というふうにですね、弦の上を、滑らせるように移動すること、これ意識していればできるようになることなので、意識してやりましょう。はい、今回使用したギター藤原製ストラトキャスターでした。こちらにテロップが出ます。現在私はですね、横浜にございますシアミュージック横浜校でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。技術的なことはね、レッスンさせていただけるんですが、エモーショナル部分、自分が何を表現したいかというのはご自身で決めることなので、あくまで私たちが教えて差し上げられるのは技術的なことです。ただどう表現したらいいか悩んだときは、ぜひご相談くださいませ。客観的にね、例えば A と B、こっちの弾き方とこっちの弾き方、ピッキングのニュアンス、どっちがいいと思いますかという質問、大変ね、素晴らしい質問だと思います。今の時点ではこちらの方がいいんではないですかというふうにお答えさせていただきます。すぐにそういうことは決まらないことですので、その時によってね、ケースバイケースで物事は変わりますので、はい、その時の技量によっても変わりますしね、できないことはやってもしょうがないですが、できないことは常にチャレンジして、失敗していく、これ非常に大切なことです。どんどんチャレンジしていきましょう。はい、横浜シアミュージックではボーカル、そしてベース、ドラム、そしてピアノ、そして話し方ですね、そして DTM、全ての講師陣が非常に、優秀です言っちゃった優秀な学校にしか在籍したくないんですよ、講師ってプライドが許さないからですね。私の周りの講師、誰一人として優秀ではないと思う講師はいないです。全ての講師が、私の目から見てね、非常に優秀だと感じます。ですので私は在籍してるんです。自信を持ってお勧めできます。横浜シアミュージックにお電話くださいませ。ギターね、全員がプロを目指す必要なんてないです。楽しくやれればそれでいいんです。日曜日しか弾けない、月に1回しか弾けない、いろんなシチュエーションあると思います。楽しむことが一番重要です。どうやったらね、楽しめるか、環境的なことでもね、例えばマンション住まいで音が出せない、そういったことのご相談にも乗らせていただきますので、ぜひ横浜シアミュージックにお電話くださいませ。それでは横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。ギタリストでシンガーソングライターの竹下達でした。